大村知事によりますと、現在の誘導路を改修して滑走路を建設し、その後空港西側の新たな埋め立て地に第二滑走路を建設する計画で、現在の滑走路は廃止するとしています。2本の滑走路を運用することで、中部国際空港の発着回数は現在のおよそ 1.5 倍に増える見込みで、東海3県の知事と空港の代表者らで明日会議を開き、構想を取りまとめるということです。